そうですね、えーと。今日こういう場を、えー、設けさせていただいてまあ多分あのー。 朝から ZIP! さんに出演してで今このあの、この場があるということで本当にあのお家で見てくださる方にすごい画面の向こうの皆さんにすごいパワーを与えられてるなっていう自分の自信にもなったのでこのままランページとして何かできることはないかと常日頃、また進み前を見ながら進み続けて皆さんとたくさんの幸せを一緒に共有できる日を夢見て引き続き頑張っていきたいなと改めて思えるようなそんな。 ヒーでしたありがとうございました。はい。じゃあ解説お願いします。はい。えっ、ー、と今回はトレーナーではなく竹内会長パフォーマーとしてコメントをさせて、はい、お願いします。はい。えっ、ー、と本日はご覧いただきありがとうございました。えっ、ー、とそうですね自分たちもこうあの初めての、えー、ことだったんですけどまた絶対にえっ、ー、と見ていただいている皆さんとは必ず直接会えると思うのでえっ、ー、と。 あの直接会った時にえっ、ー、に自分たちのパフォーマンスが、えー、さらに進化しているようにこう自分たちも日々トレーニングであったりとか、えー、とダンススキルの向上であったりとか,なんかこうできることを常に、えー、と自分たちもやって、えー、と皆さんの前に、えー、とパワーアップした姿で、えー、とパフォーマンスを見お見せできるように、えー、と引き続き頑張りたいと思いますので、えー、と楽しみに待っていてく,れくださると嬉しく思いますよろしくお願いしますありがとうございます。 はいお願いします。えー、生放送をご覧いただいた皆さんありがとうございました。えー、今日ライブ無観客ライブやってみてやっぱり皆さんがいないのは寂しいなと感じましたね。えー、ライブやっぱり皆さんと一緒に作るのが大好きなので、えー、来てる日のために、えー、自分たちも準備しとくんで、えー、その日のために皆さん楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。高橋君。はい、えー、本日はありがとうございました。 はいえー、あ皆さんのもうコメントとかもこうずっと見てるんですけども本当にあの、まあ、皆さんに会いたくなりましたし、まあ、また、えー、絶対に、えー、ライブで皆さんと会える機会が絶対あると思うのでその日まで皆さんも、えー、パワーを貯めてめちゃくちゃもう自分らの、えー、ライブでぶち上がっていただければなと思いますのでぜひ、えー、引き続き温かい応援のほどよろしくお願いします。本本日日はあありりががととううごござざいいままししたた え僕らにとってもこのかなり久しぶりのライブで自分たちも本当に楽しい時間を過ごさせていただきましたそしてこう皆さんと画面越しではあるんですけどこう楽しい時間を共有できて本当に嬉しかったですしこうまだまだ辛いこともたくさんあるんですけど僕らと一緒に前を向いてえ頑張っていきましょうこれからも続いてきてくださいお願いしますありがとうございますじゃあ、たくま君。 はいい、えー、本日はありがとうございました、えー、今日、こうしてライブをさせていただいて、まあ、トークとかでもこうコメントでつながりながら、えー、こうやってると、まあ、改めてエンターテインメントの持つあの力というか素晴らしさみたいなのもあの実感できましたし、まあ、こういう状況だからこそ、あのー、直接は会えないんですけど皆さんで支え合っていくことが、えー、今は、えー、大切かなと思いますので、あのー、今後とも。 え全力で頑張って、また会える日を楽しみに、僕たちも頑張ろうと思いますので、引き続きよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ冒お願いします。はい。えー、本日はありがとうございました。えー、今はすごくえ大変な状況なんですけれども、まあそういう時こそえ前を向いてポジティブにえやっていくことがえ絶対にえ明るい未来につながると思うので、えー、まあそれを自分たちもえこういう形で。 どん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 発信して皆さんの力になれるように頑張っていきたいと思いますのでまた会える日を楽しみにしてますありがとうございましたありがとうございましたじゃあ風間君お願いしますはい、えー、まあ本日あのパフォーマンスの間のあの MC でも触れさせていただいたんですが本当あの皆さんがの存在が あるというかいてくださることだったりとかあとは本当にライブができることだったり本当そういう当たり前じゃないことに、まあ、改めてこういう状況だからこそ本当にすごくしみじみと感じさせるというか本当気付かされるタイミングでもありますし本当何だろうな、まあ、今日も本当にすごく、まあ、皆さんの姿は、まあ、見えない中ではありましたけど本当ライブも、まあ、歌を、まあ、朝。 ジップさんで歌わせていただいたけど本当に前回で言ったら本当前のライブとか以来本当に僕は歌ってなかったもう歌を歌ったりとかも全然してなかったのであの久しぶりでしたけど本当皆さんの姿が見えない中でしたけど本当皆さんとま画面越しではありながらもすごく心がつながってる気がして本当にすごく自分自身も今日すごく楽しませていただきました本当にありがとうございました引き続きあのー。 まあ僕らのできることは限られているように思いますけど、でもその中でもすごく自分たちのできることを一生懸命探して、皆さんに、そして日本を元気にしていきたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。 はい。えー、皆さんありがとうございました。もう今メンバーが言ってくれたことに尽きるんですけども、あの、今、いつも僕たちは、あの、いつも皆さんのことを思って、この状況だから僕たちに何ができるのかっていうことを常に考えて、いつも話し合いながら、今日こうした、あの、このような場をいただけて、皆さんに間接的であっても、こう自分たちの、あの、パフォーマンスを届けることができて、本当に、あの、ありがたく感謝しています。えー、この物理的な距離が、カズマも言ったように僕たちとのこの心の距離だとは思っていないので、もともと僕たちと一緒に、あの、日本を明るくでき していけるように一緒に頑張っていきたいなというふうに思っておりますので今後ともランページのことをよろしくお願いいたしますありがとうございました。どうぞこちら立憲お願いします。はい、えー、本日はありがとうございました、えー、そうですねこう今日はあのパフォーマンスが終わった時点で約23万人の方がここにこうこうして見に来ていただいてすごく本当に嬉しく思います。 えー、今、回ですね、あのーまあ、今大変な状況にある中で本当にたくさんのスタッフの方々がこうして早く迅速に動いていただいて僕らもこうしてあのパフォーマンスができていることを本当に感謝に思い、あのー、すごくね、今日も本気でハチ切れて頑張れたんですけどもこれからなんかいろんな状況があるかと思いますけどもあの僕らだけではなく LDH そして EXILETRIBE 全員全体で。えー 今の状況をこうもっとこう力に変えれるようなことをどんどんしてあの皆さんの心の近くに寄り添えるような、えー、パフォーマンスだったりエンターテイメントを届けていきたいとななと思いますのでこれからもぜひよろしくお願いします本日はありがとうございましたありがとうございますじゃ健太君お願いしますはい、えー、本日はありがとうございました、はい、えー、っとあまあみ皆さんが言っていただいたことに尽きると思うんですけど。 自分たちはまた違った形で今のこの状況ですので SNS やこの動画配信サイトそして LDH が持っているモバイルコンテンツなどで皆さんとまた違った形でコミュニケーションをとってライブとは違った形でコミュニケーションをとってしっかりと皆さんになんか少しでもプラスになれるような。 えことが自分たちもできたらなと日々思っていますので、えー、今後ともともに歩んでいけたらと思いますので、えー、今後ともよろしくお願いいたします本日はありがとうございました。ありがとうございます。平松お願いします。はい、えー、本日はありがとうございました。まあ本当にライブが終わって率直に思ったのはいかにいつもまあライブだったりとか普段からもそうなんですけど皆さんにこう支えられてるかっていうのがすごく実感できました。まあ新しい試みのこういう配信だったんですけども。 まあやっぱりあのねこういう時だからこそあの笑顔を大切にというかあの前向きにあの皆さんで一緒にこう手を取り合ってあの素敵な僕らもあの全力でダンスと歌を届けていきたいなと思っておりますのであの引き続き一緒に頑張っていきたいなと思いますで先ほどのライブもちょっと楽屋でちらっと終わったと話したんですけどもやっぱりなんかその久々にこう16人でパフォーマンスもしてあの 胸が熱くなったというかあのすごくちょっとうるっとくるタイミングもあったりとかして、まあ、こういう時だからこそ本当にあのエンターテインメントの持つ力を信じてこれからも一生懸命頑張るのでえ引き続き一緒に頑張りましょうありがとうございましたありがとうございいまますすじゃあし本日はご視聴いただきありがとうございました。えー 省吾さんも言ってくださったんですけどえ本当に新しい試みで自分たちもまあ会社としてもすごいまあ不安な気持ちもすごいあってでも今日ライブさせていただいて本当にまあ文字ではあるんですけど本当にお客さんの反応を見てああこうしてああ無観客であるんですけどライブできてすごい本当に心から良かったなと思いましたしこう踊ってて本当にメンバー一人一人から感じるエネルギーとか。 こう本当に仲間の大切さみたいなものも気づきましたしまあお客さんはいないんですけどもこうお客さんともつながっているような気もすごいしましたえなのでこう本当にまあまあちょっとれいごとかもしれないんですけど本当に当たり前のことを当たり前と思わないでこういう状況だからこそ本当に自分も気づけて成長させてもらえた部分もたくさんあるので次はなんか不安な気持ちとかゼロにして。 直接お客さんと会ってまあ、ライブだったりいろんなエンターテイメントを一緒に共有して幸せな生活を送っていけたらなと思いました、えー、本日はありがとうございましたありがとうございましたじゃあリュお願いしますはい、えー、本日はご覧いただきありがとうございました、えー、本当に今回はこういう形ではあるんですけども本当に今までのライブと同様に、えー、皆さんにパワーだったり何かを感じてもらえるように っててていいう気持ちを込めて本当にパフォーマンスさせたただきました、えー、その中でもパフォーマンライブ中にもすごく温かいコメントとかもいただいてなんかそれがすごくそのライブ中にもなんか自分の中でパーになりましたしすごく前向きな気持ちになれたのでなんかすごくその、えー、これが収集ついてあのまた皆さんと会える日になったらすごくまたライブだったりいろんな場所で皆さんとお会いして。えー 最高の時間が過ごせるようこの今の時期を前向きに頑張っていきたいと思いますので、えー、一緒に頑張っていけたらなと思いますよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあルイ,ルイクお願いします。はい、えー、本日はご覧いただきありがとうございました。えー、本当に今今このような状況でこうたくさんのあの皆さんが えっと、力を貸してくださってこのようなステージで僕たちがパフォーマンスできたことにすごく感謝の気持ちでいっぱいですし改めてエンターテインメントだったり音楽が持つ力って本当に素晴らしいなって感じました、えー、ま今回の,あの僕らのパフォーマンスで、まあ、少しでも皆さんのこう気持ちがなんか明るくなっていればすごく嬉しい限りですこれからも「ランページも精一杯頑張っていきますので皆さんもどうか安全に過ごして え前を向いて頑張っていきましょう本日はありがとうございましたありがとうございますじゃあ陣君締めの言葉も含めて合わせてお願いしますはい、えー、改めまして皆さん本日はご覧いただきましてありがとうございました え冒頭にも僕はご挨拶させてもらったんですけれどもまず今日というイベントを開催するにあたってですね自分たちはすごくウイルス感染の防止を徹底していただきましてスタッフさんにいろんなあの消毒液を出入り口に入れていただいたりとか部屋も換気したりリハーサルもマスクしたり、えー、本当に自分たちも安全第一というところをテーマにやらせていただいたので一、えー、日でも早くライブがしたいという思いで今日もやらせていただいているので皆さんもどうかお体気を つけてそういった部分をまずは、えー、身近なところから、えー、しっかりと意識していただいて、えー、そうすることが、あのー、またなんですか、ねえー、自分たちの思い描いてる未来につながると思うので気をつけていただきたいなというのとお本当に、あのー、直接今はライブができないという状況ではあるのでだからこそ自分たちも SNS やブログのお文字という発信をすごく大事にしててと、えー、いうのも直接 え表情だったりが分からない中で皆さんに伝えるという責任感はすごくあってそれはでも自分たちだけじゃなくてこうしてコメントを送ってくださっている皆さんもきっとそうでえやっぱりこういう時だからこそ心を広く人と人とのつながりというのを感じれる機会かなと自分は思うのでえ身近な人にも対してもそうですしえ自分たちとこうしてえつながれる瞬間もなんかそういったことを人としての心をすごく大事に自分たちも頑張っていきたいなと思うのでえまいるとま ファミリー皆さん、えー、本当にあの強い絆で、えー、またあの明るい未来に向かって共に頑張っていただきたいなと思います。26日にはイーガルズさんも配信生中継されるということなんでそちらもぜひチェックしていただけたらなと思います。本日は長い間本当にありがとうございました。 ありがとうございました。さあ、ね、ここでもうね、配信終わりになっちゃうんだけども、このまま座ってバイバイすると、引きの縁なんだけど。バイノーラルマイクがなんかリーダーみたいになってるから、ちょっと真ん中集まって、みんなでね。二三さよならしよう。なんか、あの。ずっとさ、しゃ、いい、いいこと聞いてる、真ん中にずっといてさ、こいつが。ちょっと、広さんぽかったから、すごいさ。じゃ、ちょっと、ちょっと下げます。マイク下げて2列ぐらい。そうだね、改めて。そうだね。うん。そうですね。すごいね。本当にコメントが。 たくさんで本当にありがとうございました。じゃあちょっとぎゅっと集まってね。うん。ぎゅっとということでございまして、じゃあもう本当にお別れでございます。またねこんな感じでライブある時にはね、俺だって俺今日初めて見させてもらったあ本当ですか。ちょうど昨日トークだけです。トークの時とかで本当申し訳ない。かっこよかったところです。また生で見させてください。みんなと一緒に盛り上がれたと思います。ということでこのニコのニコ生配信でございました皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。

会いましょう皆さん、楽楽ししかかっった、た、皆さんまた会いましょう。る日を頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。また近々お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。長い間ありがとうございました。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。また。ありがとうございました。 楽しし、ね、<laughs> しかかっったたたですねまま会いましょう,う,いうありがとうございました。